でもこの辺、あ、あれな、プロメリア、青いやつ、これだ、これだ、そうだそうだ、青いプルメリア、ここに咲いてたな。アイナちゃんのために収穫させてもらおうか。よし、まあこんなもんかな。おいじゃん、アイナちゃんが探してる青いプルメリアの花だ。お、ちょうど電話かかってきたかな。あ、春日さん、おう、アイナちゃん、ちょうど今青いプルメリアいくつか回収したぜ。ただ数的にはもう少しあった方がいいかもしれなくて、あの、実はジェシーさんがこの町を立つのが早まったみたいで、夕方には空港行かないといけない。早そうなの。何、マジかよ、作れる今から。とにかく一度合流するか。そうね、ではアートウォールズまで来れるかしら。私はプルミニアのレイをそこで作るから。わかった、今から作らなきゃ、急がなきゃね。じゃあ今からアートウォールズ行く。ひとまずアートウォールズ行ってアイナちゃんと合流しよう。そうだね、張り切っていく。こっからだと、うん、行くか、アートウォールズの方へ。ゴー、この辺、あ、いたいた、アイナ作れた。お、あ、春日さん、あ、ジェシーって人も出発するんだって。で、アイナちゃんボロボロじゃねえか。崖から落ちたのか。崖から落ちることあるかな。嘘、どうしたの。俺はそのもう時間がなくて、森とかで一緒に花探してた。こんななっちゃって母、めっちゃ頑張ってんやん。でもなんとか集められたわ。春日さんの分とは合わせてちょうど足りそう。なかなか根性あるな。じゃあ急いで作って持ってってやろうぜ。俺も手伝うからよ。うん、そっか、うん、好きな子のために頑張ってるってことだもんね。なるほど、こうやって糸通すのか。結構コツがいるわね、これ。慎重にやっていき、いた、また怪我した。おいおい、指にぶっ刺さってんじゃねえか。これ以上ボロボロにならないでくれよ。なんのこれ式、そんな歯食いしばりながら作るもんなのレイって。こういうのは結構不器用なのか。あ、そうなんだ。しかしそこまでしてレイを作ってやりたいなんて友達思いだよな。なかなかできることじゃねえよ。本当に分かってないのか、それが一番。多分だけどアイナはユーリが好きなんでしょ。まあまあ、こうもしないとあいつ動かないから。本当私がいないとダメなのよ。どうせユーリは今も見送りに行くか迷ってるわ。会ったら悲しくなるとか考えて、あいつ変に繊細なところあるから。だからまずはちゃんと会いに行ってほしいの。この例はそのきっかけのプレゼントってわけ。なるほどね。ほう、さすがユーリのことよく分かってんだな。幼馴染って言ってたか。いつもこんな感じで世話焼いてたのか。まあね、家が近くてよく一緒にいたってだけだけど、ユーリは仲間外れになってる子に声かけたりとか、いつも誰かのために走り回ってるようなので。あ、そうなんで、いい子だね。でも自分のことは二の次で貧乏くじばっかり引いて。変なやつでしょ、未だにそうなのよ。うん、自分のことより誰かのために動くなんてなかなかできねえよ。優しい男なんだな。カスが一番もだよ。うん、本当にそう。たまには自分の笑顔を優先すればいいのに。今日だってジェシーさんに、うん、ねえ、春日さん、男の子ってやっぱり年上の女の人の方がいいのかな。まあ人によるとしか言えない。年上が好きな人だっているし、年下がいいっていう人だっているじゃん。人によると思う。あ、いや別に誰がどうっていうんじゃなくて、一般論っていうか世間的にはどうなのかなみたいな。まあ、その子が何を求めるてるかによると思うか。そうだな、大人の色気は強い、むしろ年下だな。年齢なんて関係ない。いや、うん、関係ないと思うけどな。確かに大人の色気を欲するやつもいれば、こう年下のなんていうの、甘えてくる感じがいいっていう人だっているじゃん。どっちも強いのよ。多分五分五分だと思う、言ったって関係ないんじゃない。要は、まあ、可愛いかどうかっていう。もう元もこもないこと言っちゃうと、可愛いかどうか綺麗かどうかだと思うよ。誰かを好きになることに年齢なんて大して関係ないと思うぜ。そうなの。うん、何あの歯を気にして。なんでカスが一番今歯をそんなイッてして。多分な、つっても俺も恋愛からっきしで偉そうにいる立場じゃ全くないんだけどさ。うん、まあ結局カスが一番年下のさっちゃんのこと好きになってるもんね。誰かを好きになるっていうことは、その人の中に尊敬できる何かを見つけたってことなんだと思う。尊敬、
まあ尊敬といってもそんな大層なもんじゃなくて、相手が自分にないものを持っていたり優しかったり、きっかけはいろいろだ。だからたまたま好きになった人が年上かもしれないし、年下かもしれないし、ためかもしれない。そこから先は人によるとしか言えないけどさ、そういう人に会えたら素敵なことだなとは思うよ。まあ、恋愛ポンコツなくせにちゃんとしたこと言ってる。そっか、じゃあきっと優里は尊敬できる人に会えたのね。それは優里にとってすごく大事なことかもな。お、あ、時間ないって言ってたのに変な話しちゃったわね。早く礼仕上げないと。本当にいいのか、それを優里に渡しちまって。優里がそれをジェシーって姉ちゃんに渡したら、うん、いいの、それでいいのよ。うん、そっか、まあ好きな人の幸せを願ってってことか。かっこいいな、アイナは。さっきも言ったけど、優里はいつも誰かのために駆け回ってるようなやつで、私が初めて会った時もそうだった。私は小さい頃にこっちに引っ越してきて、その時は全然周りに馴染めなかった。それでやんちゃな子供たちにからかわれてよく泣かされてた。でも近所に住んでた優里がいつもかばってくれた。みんなが楽しくないとダメとか言ってね。いや、いいやつ、そら好きになるよな。そんな発想あの頃の私にはなかったから驚いちゃって、お人よしすぎてバカじゃないのってよく思ったりもしたけど、そこはちょっと尊敬してるかな。うん、そうだね。それが好きになるきっかけであり、尊敬できる部分だもんね。だからこれまでみんなを笑顔にしてきた分、今度はあいつに幸せになってほしい。私もたくさん笑顔をもらったから、今日だけでも優里のために何かしてあげたい。この青いプルミリアレイが実際に効果があるかはわからないけど、一歩を踏み出すきっかけくらいにはなってあげられるから。それが別の誰かと結ばれることになってもか。本当に優里のことを大切に考えてるんだな。わかった。わかったよ。ならもう何も言うことはね。んじゃ気合入れて仕上げようぜ。そうね。うん、お、できてる。いいじゃん。やった、できた。ほう、お、なかなか綺麗だな。立派なもんや。あの、これ、春日さんに。何？ん？お、ん？な、何これ？パレオ。これ、春日一番履かないよ。これ、履かないよ、春日一番。受け取る幸せが増えるというパレオ。うん。ありがとう。私のためにたくさん手伝ってくれて、ありがとうございました。大したものじゃないんですけど、お礼をしたくて。律儀な子だな。ありがたくもらっておくで、はいとくな。早速行きましょう。優里は多分椿ストリート裏のベンチにいると思います。何かあるときはいつもそこで一人になるから。わかった。うん、いそう。本当にいた。本当何でも分かってる。優里、あ、アイナ、あ、じゃないでしょ。ジェシーさんもう出発しちゃうっていうのに見送り行かなくていいの？ジェシーさんとはお別れなんてまだ信じられなくて、会いに行ったって何話せばいいかもわかんないし。いや、レモネードのトニーの方が頑張ってたぞ、お前。最後に変な感じになるくらいなら行かない方がいいかもって。もう絶対そう言うと思ってた。今気持ちを伝えてあげないと絶対これから後悔するでしょ。別に僕が後悔したってアイナには関係ない。優里、なんでそんなこと言うんだ。関係あるわよ。そんな悲しい顔し続ける優里見てられないわ。だからこれ作ってきたんだ。え、それプルメリアのレイ。なんで？ちゃんと気づけよ。アイナがボロボロなのも含めて気づけよ。とにかく行くわよ。これで優里の思いジェシーさんに伝えるの。強い女の子だな。重いってちょっと、あい、何言ってについて。カスが一番おもろいな。なんかその女性らしき人はいないけど、ジェシーって人はいないようだ。もう行ってしまったってことは、え、そんなことある？ジェシーさんまだ来てないのかしら。このバス停なのよね。え、
有利？え？え？ん？お久しぶりです。ジェシー先生。え、ジェシー、いかつくない？あれ？ん？おー、有利。見送りに来てくれたのか、嬉しいよ。ね、ね、ガタいんだけど。アイナ、アイナ、アイナ。え？え？え、思ったよりおっさんっていうか、え、アイナ？あの、ユリが言ってたジェシーさんって、お姉さんって聞いたんですけど。え、おー、そういえばアイナは会ったことがなかったよね。こちらダンスクールの講師として来てくれていたジェシー先生。ジェシー先生、いかつい。どんなジャンルもダンス戻れる超素敵なダンサーなんだ。レッスンも分かりやすい僕の尊敬する先生。はじめまして、会えて嬉しいよ。どうも、はじめまして。アイナ。いや、本当はもっと別れを惜しみたいところだけど、空港で妻と子が先に待ってるんだ。残念だけど飛行機は待ってくれなくてね。そうですよね。だからユリ、また私と踊りたくなったらいつでも遊びに来てくれ。これ私のシアトルの住所。え、いいんですか？もちろんさ、ユリは可愛い教え子でありダンス仲間だろ。我の理由なんて一つもないよ。そちらのお友達と一緒にいつでもおいで。ありがとうございます。絶対に行きます。ちょっとジェシー先生、ちょっと幅いかついって、胸筋いかついって。最近付録で見る服部平次並みですやんか。来てよかった、ありがとう。アイナ、ええ、あ、そういえばなんかさっきレイ持ってなかった、作ってきたって。いえ、あ、いや、なんでもないわ。私のことはいいから、ユリはもっとジェシーさんとお話しして、出発前なんだから。変なアイナだな。狂気かつ。先生、レッスンでは本当にお世話になりました。シアトルへ行ってもお元気で。舞台でのご活躍期待してます。ありがとう。ユリも健康には気をつけるんだよ。君の成長を見届けられないのは残念だけれど、素敵な友達と一緒に立派な大人になってくれ。また会おう。ちょっと待って、アイナ集合。アイナおいで、アイナ。話が違う、アイナ。アイナ、バカ、アイナ、アイナ。え、僕の好きな人がジェシー先生。なんでそうなってんだよ。だってジェシーさんのことよく知らなかったし、まさか妻子持ちでダンディーなおじさまだなんて思ってなかったから。いや、本当にあんな胸筋の持ち主だと思ってなかったっていうか、私てっきり年上のお姉さんを好きになったんだと思って。だから、その、まあ確かに年上で素敵な人くらいしか言ってこなかったかもね。実際ここを離れるって聞いて結構へこんじゃってたし。ああ、そっか。今回はちょっと空回っちまったが、アイナちゃんの思いやりは認めてやってくれよ。いや、そうだね、めっちゃ頑張ったんです。ユーリには幸せになってほしいからって必死にプルメリアのレイを作ったんだ。俺はちょっと手伝っただけだけど、アイナちゃんすげえ頑張ったんだぜ。必死に青いプルメリア探し回ってさ。はい、そうだと思います。目に浮かぶようですよ。アイナは優しくて誰かのために必死に頑張れるやつですから。何よ急に。そう考えるとこの二人は似てるのかもな。あの、春日さんでしたよね。誰かのために頑張るっていうのは。ありがとうございます。いいえ。あと、すみません、なんだか巻き込んでしまって。いえ、とても楽しかったので。俺のことは気にすんな。ジェシー先生の狂気見れたし、ちゃんと見送りもできたわけだし、結果オーライだろ。もういいよ。私昔からこんなのばっかり。いや、でもそんなアイナが可愛いと思うよ。アイナのおっちょこちょいは今に始まったことじゃないからね。でも昔からおせっかいでいつも僕に笑顔をくれるのはアイナだったよね。今日だってそう。アイナを見てると悩みとか悲しいって気持ちを忘れちゃうし。それバカにしてない？してない、してない。ちょっとしかしてないよ。してるじゃない。いいな、幼馴染っぽくていいな。ところでさ、
そのプルメリアの霊は僕のために作ってくれたんだよね。そうだよ、有利のためだよ。そうだけど別にもういらないでしょ。全部私の勘違いだったわけだし。ううん、もらうよ。この霊を送りたい人がいるんだ。うん、え、ヒューアイナ、いつも僕に笑顔と幸せをくれてありがとう。いつか必ず伝えたいって思ってたんだ。これからもずっと僕のそばにいてほしい。だから、かっこいい背中だぜ。恋が成就するプルメリアの霊か。効果抜群じゃねえか。カスが一番を作る。自分のことよりも相手のことを思いやれるアイナとユーリ。いやーすごいな。二人一緒に幸せになりな。ラブストーリー、プルメリアを君に。いやめっちゃ良かったな、アイナ可愛かったな。こんなサブストーリー、あーなんかすごい良かった、見たもの同士というかね。ここまで来てるので、まあちょっとこの辺の足立と空飛びとかね、この辺を回収しながらちょっと筋紙のとこ行ってくるか。これは中にあるのか。腰が張るぜ。喋りたいぞっていう人、喋りたいよ僕っていう方いたら張り切って。エナジードリンクの新しいフレーバーが出てる。あ、エナジードリンク、ね、こっちのエナジードリンクは日本よりパンチ効いてるよな。へー、あーそうかもな。眠気も一気に吹っ飛ぶぜ。あ、そうなんだ。ただずっと飲んでるとだんだん体が慣れるんだよな。あ、それはあるな。慣れる。眠い時に同じフレーバーをいつも飲んでたら、それを飲むと逆に眠くなるという現象が起こるんだ。それはないからだから新しいフレーバーが出てくれるのは助かるぜ。なるほどね、うん、喜んでんのはいいんだけど、それお前の体大丈夫なのか。よっしゃー。あんまり飲みすぎ良くないって言うけどね。いやでも私も結構エナジードリンク飲んじゃうからな。どうしてもね、忙しい時はね、ずっと同じフレーバーだと効き目がないそうだ。でもやっぱさ、まずいやつとかあるじゃん。私あのモンスターめちゃくちゃ飲むんですけど、もう絶対緑なの。もう緑一択で、まあ、たまに最近さあの紫が出たから気分でちょっとこの紫も買ったりはするレベルだけど、僕はあんまり、美味しくないっていうかね、はっきり言った。ゴニョゴニョした割にはっきり言った。足立と警察犬。あのくらいの犬を見ると、警察犬と捜査したことを思い出すぜ。犬？警察犬か。かっこいいな。あ、この子。相棒として手名付けてたのか？いや、相棒っていうよりも、お犬様って感じだったな。お犬様？能力を発揮してもらうためにめちゃくちゃ気を使ったぜ。あ、そうなんだ。まあ、そのおかげで、犬の扱いはちょっとうまいんだけどな。マジか、ちょっと驚きだな、はい、イメージと違う。大変なんだよ警察犬の捜査って。いや、足立さんが気を使って働いてたことに驚いてる、うん、どういう意味だおなろう。いや、仲良し。でも足立は気遣いめっちゃできる人だと思うけどな。バカだけどね。また距離が縮まったな。特技犬の扱い。あ、そうなんだ。警察犬と捜査していたことがあったらしい。かなり気を使ってたみたいだ。まあね、警察犬は頑張っていらっしゃるからね。アロハ。アロハ。ちょっとあそこのルイージマジでうるさかったな。ヘイ。ヘイっていうやつ。ヘッセン。アイスの路面店を見るとトルコアイスを思い出すんだよな。トルコアイス。あの伸びるやつ。美味しいよね。あ、確かに路面店多いかも。ごめんね足立。一番もあれ好きなんだ。まあ好きっちゃ好きなんだが、それよりも。ん、店主がアイスを渡してくれそうで渡さないパフォーマンスがある。あ、あるある。なかなかアイスくれないやつね。渡されたと思ったらカップだけとか。あ、やったことある。あれに勝ちたい。勝つって何。わかる、俺も常々一心報いたいと思ってたんだ。足立さんもか。ああ、あのカップクルクルしてる瞬間奪えそうなんだよな。あれ途中何回かチャンスあるよな。でも全然全敗だ。きっと何か攻略法があるはずだ。いつか勝とうぜあの親父に。ああ、俺たちの本気を見せてやるぜ。千歳も一緒に行くかい。絶対にあんたたちとは行きたくない。私見たいけどな、こいつらがどんな戦いしてんのか。この辺にもお散歩。足立と空と、シェーブアイスうまそうだね。シェーブアイスね。後で食おうっと。かき氷といや
縁日とかでいつもブルーハワイ食ってたせいか、うん、ハワイは青みたいなイメージを勝手に持ってたんだよ。あでもそれはあるんじゃない。あ俺もブルーハワイがハワイ代表だと思ってたわ。どういうことだろう。何ブルーハワイがハワイ代表って何。そんな的な発想でしかなかったんだが意味が分かんない。いざ実際にハワイに来てみてこの海や空を見たらよ、うん、あながち間違ってなかったなって思うぜ。そうだね、綺麗な青だ。そうかもな。今になって答え合わせってわけだ。そんなハワイを楽しむためにもいろんなとこ行って遊ぼうぜ。で金使いすぎて真っ青にならねえようにしねえとな。うまい。よっしゃ。お、足立のビンゴが完成しましたよ。一番後から来たくせに。コンプリートだ。コンプリートや。さあブルーハワイね、かき氷か。最近食べてないな。いや、足立が。それいい。どっかでちょっと休もうぜ。いいぜ。って。喫茶店とかか。海が見えて酒飲めるところがいいな。ああお酒ね。それただ単に酒飲みてえだけだろ。だがこのおっさんは足立らしいな。それいうあたりで一杯やるか。そうだね、よっしゃ行こう行こう。ここも買っておこう。アロハ。次のスジモンがこの辺か。ほんと治安悪いとこいるな。どこですか。あんま絡まないで絡まないでくださいね。負ける気しないよ。これか、このマークか。なんか柔道着っぽいの着てたもんね。三船充実。ここが支店、筋上四天王のエースのアジトです。サブストーリー青春を取り戻せ。いや久々だな、筋もすんの。なエースってのはどんなやつなんだ。エースは四天王の中でも最古参、筋上の創世記からのメンバーみたいです。創世記とかあんの。なんでも筋門博士、ドクター森方とも良き友であり良きライバルだったみたいですよ。そうなのか。それなのになぜ今も委員会側に。そうだよね。さあそこまでそれは本人に聞いてみるしかないです。お前さクイーンの時と全然対応違うじゃん。乗り気じゃない。ちなみにエースは育成にも定評がある四天王です。どんなしょぼいファイターでも彼にかかれば一流ファイターに成長するとかしないとか。めっちゃいいトレーナーじゃねえか。こいつはすげえな。育て方とかいろいろ教えてもらえたらいいんだが。教えてくれるんじゃないですかね。もちろんこちら買ったらだと思いますが。そうだな、よし準備ができたら入ろう。うん、入ってみるか。これはここでいいの。こんな家みたいな実家みたいな感覚でいいの。すごい。わーわー。エースなんて本格的な道場ですね。でもお前らもここなんか似合うんじゃない。一応柔道着てるし。いやこれシンパシー感じちゃうな。ね師匠。そうね。そっか、育ちさん道場やってんだもんな。まあね、カモル町最大最強の育ち道場の師範といえば私のことでございますよ。そうなの。あんまりこうしっくりきてないんだけど。さて道場破りといきますか。ん、道場破り。ええ、道場同士が戦うんですから、それぞれの道場の看板かけて勝負するのが筋ってもんでしょ。筋もんバトルだけに。何言って、そうだって後ろ振り向いてみ。とんでもないやついるから。そっち今すぐ振り向いてみ。でも看板なんて持ってきてないだろ。いえあります。ほらえ、ちっちゃかまぼこ板か。ちっさかまぼこ板じゃねえか。これそうだよね。仕方ないですよ、当時潰れちゃったんだから。それ持ち歩けし結構便利なんですよ。スマホみたいなもんです、スマート看板。お前これ出して恥ずかしくないの。こいつをかけてこの道場の看板奪っちゃいますよ。いやエースもこれはいらんって言うって。不公平な話だな。頼もう。こいつマジ育ちバカなんだよな。んだ君たちは。育ち道場のものだ。今日は道場破りをしに来た。恥ずかしいから出すな、そんなもん。出すな出すな。道場の看板をかけて私たちと勝負しろ。看板ってかまぼこ板じゃねえか。それで看板かけるって不公平だろ。血の癖つけやがって。当たり前だろ。いやなかなかごもっともない意見だと思うぞ。いいじゃないか、受けてやろう。師範オス、あんたは筋上四天王の一人エース。しばらくぶりだな春日一番。お前が来るのを待っていた。
お待たせしました。本当にいろいろやったんですよ裏で。こうなんか本編が怒涛だったっていうかね、なんなら偉人長編、カムロ長編とかいろいろあったんですよ。森香さんの秘蔵っ子がどの程度の実力なのか見極めさせてもらうとしよう。早速やるんですか。うわ、いっぱいトロフィーある。望むとこだぜ。師匠、まずは俺にやらせてください。このうさんくさいおむすび頭を正々堂々返り口にしてやります。おむすび頭、裏切りおにぎりなんですよこいつよ。キングさんくさいおむすび頭ですって誰のことでしょう。春日さんのことかな。お前のことだぞ、思うぞ。いや、ほんと育ちずっとうるせえな。よし、まずはエース道場の門下生を倒そう。うん、まあ門下生とも戦うんですけど、ちょっと整えてくるか。ちょっと整えてきます。久々の筋もんなのでね。いや、ちょっとガチャも溜まってはきてるから、うん、一回このさ、ジャパン選抜5枚溜まってるから、これ引いてみていいですか。レア出そうな気しません？こんだけ5枚もあるんだったら。お、一人色違うぞ。あれダメなやつか。オレンジがこの中ではいいのか。金色が出たらそれこそ最高なんだよね。ジャパン選抜の最近ね、ジャパンにいたから色々懐かしいものがあるんじゃないかな。ハッピーバッグ、うん、ハッピーバッグと、次は、アーミネーター、うん、いたいた。いやでもなんかあれがいいな、めっちゃレアなやつ。なんかこうさ、あれがいたじゃん。こうなんか、ときめき文章みたいに言ってくれるやつ。うん。いやー違うな。こっちが、ホットか。でもホットはとりあえず今強いやついるから、通常ガチャをギャンギャンに回してしまおう。あ、黄色いる、黄色いるよ、黄色いる。やっぱテンション上がってしまうな。辻もんなのにな、そんなにこうなんていうの、めっちゃ好きな推し活をしてるわけじゃないのに、やっぱテンションが上がってしまうな。金色出るとね、楽しみだな。どんなん出るだろう。シティワーム、みんなが大好きシティワームね。いや、なんかドキドキしてる。どんなんが来るんだろうって。いや、めっちゃじらしますやんか。めっちゃじらす。愛情、喜び、忘れちまったな。そんな。なんだろうこいつ。愛情、喜び、忘れちまったな。そんなの。筋番超かっけー。かっけー、よろしくって入ってる。あー、でもあの毒属性みたいなやつか。いや、ちょっと喧嘩しちゃうな。いや、まあとりあえず門下生挑んでみるか。手持ちでね、手持ちからまず挑んでみるけど、まずは俺が相手だ、かかってこい。そう、あ、でも相手平均26レベルでしょう。パーティー編成、今で前にこの赤い子が2人いるから、ホットタイプがね、一旦引っ込めて様子も見たいから、ちょっと入れ替えるか。まずどうするか。筋レイヤー、筋マシン、筋パリピのここを黄金期、黄金三人衆を得て、で、まあ、ワンチャンね、ここで頑張ってもらえればと思うから、これで筋もバトルだ。いや、どんなタイプを出してくるかによるし。おめえら、準備はいいか？やってこぞ。手加減するんじゃねえぞ。あ、でもいろんなタイプ持ってんの、あいつ。サトシみたいなタイプだね。行くぜ。さあ、楽しんでいこうぜ。まあ、相性を見ながらかな。ってなると、信じてるぜ。一旦スーパーノヴァを入れ替えてここに持ってって、この光属性から倒すがいいと思うんだよ。どこから攻める？誰？スーパーノヴァ。誰？いいですね。やっぱ向こうも溜まるの早いか。なんかどっこいどっこいぐらいだもんね。ここはお互い相性がね、あれだから。でも結構耐えてんね。耐えてるからこれはいいぞ。次で。スーパーノヴァ多分倒せるから、これを真ん中に持ってきて、こうやれば多分一番左が倒れると思うの。これ全体攻撃しまおう。もう筋もんが上手くなってきてる。で次が、草タイプが来たんですね。となるとホットがいるから、こっちにはあのホットにやってもらえればだいぶ違うんじゃない。これで殲滅ミサイル行ったれ、殲滅ミサイル。お、いいね。それで2人倒れた。
いろんなタイプいるから、こっちもいろんなタイプを持ってきた方がいいと思うんですけど。みんな。で、あとスーパーノヴァとこのおっさんを交代させよう。流れを変える。この子水タイプなので。で、こうですね。ほら、いいですね。いい。うまくやってる、うまくやってる。でもね、この門下生を倒したところでなんだよな。実際エース相手になると全然勝てないってことよくあるから。集まれみんな、しんどいよ。集まれ。みんな映れるかな。危ないな、ちょっとスジレイヤー前にいるの危ないな。あ、いい写真ですね。撮っちゃおう。スクショ撮っとこう、いい写真ですよ。やった、勝ちましたね。バカン、俺としたことが油断したか。お、また来たんじゃん。何をやっている。あ、お、おし、首相、すいません、負けてしまいました。後ろ見てみ、とんでもないいるから根性足りないから、さっさと修行に戻れ。あっす。さて、では次は首相の僕がお相手しましょう。正々堂々戦いましょう。あっす。あっす。もうなんかいい道場ですね。でも次はこの首相と勝負か。気合れていくぞ。今までってね、変なんしかいなかったから、まあ正直ここの道場好きですよ私。首相としてここであなたたちを食い止めます。いきますよ。あっす。押す軽いんだよな。やってっか。さっきと同じ編成でね。全力で行こうぜ。全力で行こうぜ。行くぞお前ら。うん。ボットと水がいる感じか。あの感じ。しゃやってやろうぜ。まあまあまあ、いろんな属性、基本的にホットタイプが多いのかなって感じはするけど。これからだ。ってなると、さっきと同じやり口でいいんだけど、まずはあの光属性を倒した方がいいと思うので、いったれ、見せたれー、スーパーノヴァ。いいですね。いい、さっきと同じ戦法でいいと思う。そうだね、マッスルアタック、全然耐えれるから。で、次のターンでノヴァもう一回そこの位置からやろうか。そこの位置からやって確実にあの光タイプを仕留める。ナイス。で、残りがもうホットタイプと草しかいないから、そうなると一旦楽しくなってきたな。殲滅ミサイルをここで、もう残りをホットだけにしてしまうの方が攻めやすいと思うので、いくか。やったれー、殲滅ミサイル。ミールストライク、全然耐えれてる、全然いける。これで真ん中にどこから殲滅を持ってきて、こうでしょう。ってなれば残りがもうこの属性になるだけだから、もう一回の海賊おじさんを呼ぼう。で、ここでバブリーハリケーンとおっさんを入れ替える。で、おっさんの爆裂なぎ払い。いいですね。いや、優秀。戦い方が上手くなってる自分のね、スジモンバトル動画を見返して勉強したりもしてるから。はい、集まれ。せーの。あー、ニワトリ見えてない。やったぜ。よっしゃ、勝ちましたね。見事な戦いでした。押す押す。こうやってついにエース戦えますね。行きましょうか、スガさん。よし、エースに勝負挑みに行こう。こっからなんだよな、勝てないの。いつもそうなんだよな。ボスには勝てないみたいな。ありますよね。やっぱ別格ですもんね。かっこいい。黒帯とかじゃないんだ。赤帯なんだ。ようやく来たな。待ちくたびれたぞ。悪かったな。あんたんとこの弟子たちが優秀でよ。そうだろ。うちの道場には生半可な奴はいない。うちのモットーは正しく勝ち、正しく負ける。勝っても負けても正々堂々と。卑怯な手は認めない。それを徹底してるんだ。いいことだと思います。かっこいいモットーじゃねえか。共感できるぜ。こっちも正々堂々やらせてもらう。それでは行くぞ。エース道場の強さ、体で感じればいい。かっけえ。いや、なんかやっぱポケモンっぽいよね言っちゃダメだけど、やるぜ。いや、なんかこのエースってひときわかっこいいと思うんだよな。平均レベル29、レベル的には勝ってるけど、同じ戦法でいいと思うんだよな。多分いろんな属性出してくると思うの。
おめえら、さあ行くぜ。準備はいいか。修行の成果を見せる。確かに進化してるやつばっかだ。あれね、進化するタイプのやつばっかなんですよね。めっちゃ育てないといけないやつ。なるほど。そうなると裏後ろに控えに光属性がいるんでしょ。さあここからどう勝負が動くのか。ってことは一旦ここに育ちを持ってきておいて、攻められた時怖いから次のターンで、それ殲滅ミサイルをここで見せちゃれ。ほらやったれやったれ。両脇にね、いいですね、全体的に効いてる。そうだね、絶対持ってくると思うから。溢れるパワー。なるほど、光が出てきたけど、ってなると一回殲滅ミサイルをこっち側から攻めて、左を一旦倒すっていう方向でいきます。見せたれ殲滅ミサイル。いいいいですね、いいですいいです。で光属性が前回りしてるね。すっぱり耐えろ。これで、どうしようかな。両マネージャー、この展開をどう読むか。殲滅ミサイルを必死に持ってきて、ここでファイターを入れ替える。右側の草をまず倒す。ちょっとずつ属性を絞っていった方が間違いないと思うから、いい。あとちょっとでワームは倒れる。お、ナイス、これはナイスだよ。で、なおかつ草でしょ。ってことはここに筋レイヤーを持ってきて、筋レイヤーで全体攻撃、ここでいけるはず。撃てナイス。大技、あーそうだね、 MP 溜まったね。ちょっとやってもいいかも。頑張れ筋レイヤー。あー いけるかな。ここで必殺技するか。牛の子か。見せたれ必殺ルーレット。 OK、 二人に攻撃できるのはこれはでかい。見せたれカン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 。いい、優秀すぎる。残り光と炎でしょ、全然勝てるよ。おっと飛炎脚を、それ強いやつ、耐えろ。うわいや、まず、真ん中倒すか。やったれ、いい。あとあいつマッチョだけでしょ、マッチョだけだから。なおかつこっちが先に溜まる。そうなると交代でこいつ水タイプでやるしかないか。ガエ、いい、これはいい勝負でしたよ。めっちゃいいとこ見せたんじゃん。よっしゃーしゃー、正々堂々勝ってやったぜ。みんな笑顔、せーの。お、いい写真。もうマジでみんな好きなんだけど、やっぱりこう育ててるとね、みんな好きになってくるわ。じゃあ俺たちの勝利や、やったー。初めて短期間でここまでできるとは大したものだな、春日一番でしょ。さすが森笠が見込んだだけのことはある。あんた筋門博士、ドクター森笠と仲が良かったって聞いたが、あいつと俺は最高のライバルであり親友だった。なるほど、サトシとシゲルの関係だったんですね。やつも俺も筋神の創世記メンバーでな。筋神は俺たちの居場所であり青春、かけがえのないものなんだ。だがお前も知ってるだろうが、筋神委員会によって筋神は大きく変わった。そしてそれに反対していた森笠も追放されてしまった。でもエースさんはいるもんね。創世記メンバーで今も筋神に残っているのはこの俺だけだ。なあ、変わっちまった筋神にあんたが残り続ける理由って何なんだ。さあな、自分でもよくわからない。だがおそらく筋神を守りたいんだと思う。俺がいなくなったらもう絶対に俺たちの好きな筋神は戻ってこない。なるほど、それが怖いんだろうな。
だから大嫌いな委員会にもしぶしぶ従いながら今のポジションをキープしている。自分がそれこそここの場所からいなくなってしまうと好き勝手されると思ってんだろうね。森笠か他の誰かが筋紙を変えてくれるその日を待ちながらな。肝心のところを人任せとは情けない話だ。うん、そんなことないぞ友よ。来たんかい。お前その格好で来て恥ずかしくないの。博士春日、ありがとな。素晴らしい戦いだったよ。お前も正々堂々としたいい戦いだった。あの頃と戦い方は変わらないな、エース。戦い方だけはな。他は委員会の言いなりのただの老いぼれだ。いえ。それは違う。今もギリギリ辻神が真剣勝負の場でいられているのは、お前が食い止めてくれてるおかげだ。お前がいなかったら、筋神はとっくに金儲けただけのやらせ勝負の場になり下がっていただろう。孤独な戦いをさせてしまってすまなかったな、エース。一回そのレイを外せ腹立つから。いいや、俺の方こそずっと動き出せずにすまなかったな、森笠。春日と戦って改めて思ったよ。このまま文句を言いながら今の場所に座っていても一生筋神は戻ってこない。取り戻すには動き出さねえとな。森笠も本来関係ない春日でさえも筋神のために動いてくれてんだ。ここで動かなきゃ男じゃねえ。俺もお前らに協力させてもらう。一緒に筋神を、俺たちの青春の場所を委員会の手から取り戻そう。いい話なんだよな、エース。あ、絶対取り返そう。腹立つな、辻も博士。さて、じゃあそのためにはまず特訓だな。特訓？ああ。今のお前らは十分強いが、まだ残り四天王のジョーカーやキングには程を及ばねえ。うっそん。育成最強と言われているこの俺が付きっきりで特訓してこいつら来た。あ、マジですか？あ、じゃあ預けていきますね。本当にいいのか？うん。そういうことなら私も協力しよう。久々に親友と一緒に汗を流したいしな。そいつは百人力だ。楽しくなりそうだ。じゃあ育ちたちこう言ってきますね。うん、豪華。ありがてな。うん、そうですか。いらなくないです。いらなくなくないよ。お前らが強くなるためだもん。あ？あ？だって私も道場で師範やってた男ですよ。うちの弟子は私を信用しているし、私の教えが受けるつもりないと思います。聞いてみ、後ろよ。ヨーカワとクラキに多分痛いって言うよ。ねえ、君たち。いや、全然そんなことないです。エース師匠、博士、ぜひ俺たちを鍛えてください。俺たち、もっと強くなりたいんです。育ちどうでもいいって。よろしくお願いします。いい子たち。よろしくお願いします。はぁ、このお知らせともめ。うん。わかった。うちの道場でみっちり責任を持って育てさせてもらう。この二人、しばらく預かるぞ。お、浦木陽花は手元をしばらく離れることになりました。あ、スジモンバトルとどんどこと、あ、いい、いい、って来てないし、もともと。意味はいいのか。行けよ、育ち。私は結構です。私は今のままでも十分強いですし、人の意見なんか聞かなくても、我流で育ちます。それが私のポリシーですから、ぷいぷいじゃない。そうか。わかった。無理強いしても仕方ないしな。春日一番のあの目。育ち考えられへんって顔してる。じゃあ育成が済んだら連絡を入れる。それまで春日もバトルを重ねてマネージャーランクを上げることに努めてくれ。次の相手ジョーカーは俺と真逆。どんな手を使ってくるかはわからない。くどい男だ。用心に用心を重ねないと何されるかわからんぞ。うん、大丈夫っす。僕もどっちかっていうとどんな手を使っても勝つっていうタイプなので。わかった。ガッタ、こっちも準備進めるよ。二人のことは任せたぜ。あ、なるほど。ランク40まで上げて、次はジョーカーね。今の実力ではゴールドマネージャーとのバトルがおすすめです。わかりました。街中でやっていこうか。カスがゴールドマネージャーになったため、ファイターのレベル上限が40になりました。レイドでボーナス発生の確率も上がる。うん。また、筋神コロシアムで新たな戦いが解放されました。いいですね。それ隠れてやってるからね。クソ、育ち行けよ。なんでお前ついてきたの？本当に良かったのか。エースと博士に教えてもらえるなんて、またとないチャンスだと思うけど。いいんです。私にももっとシャーンとしてのプライドありますから。
それに私が強くならなくても、彼らや他のメンバーが強くなってくれれば、辻門バトルは勝てますから。お前さ、みんなで頑張らないと辻門バトル勝てないだろ。私も楽できるし、一石二鳥ってやつですよ。ほほほ。悪いやつ。まあ、育ちさんがそれでいいならいいけどよ。とにかくあいつら帰ってくるまで、俺たちは俺たちで頑張ろうぜ。はいはい、適当に頑張りましょう。適当じゃなく真面目にな。ムカデ入れ墨。裏切りは良くないね。これは委員会にも報告だな。でもこれがジョーカーだね。悪そうなやつ。いい祭りになりそうだぜ。ヒヒヒ。悪い顔して、青春を取り戻せ。いい気分。じゃあまあ、隠れてまた筋門バトルとかしながら、何してんの？こんなとこ立っていいやつじゃないだろ。